チャールズ・ソニー・リストンはアメリカ合衆国の男性プロボクサー、アーカンソー州出身。出生時、両親が出生届を提出しなかったためリストンの正式な生年月日はわかっていない。彼の家族は1930年代には記録で確認でき、リストンは1940年代の記録では10歳と記録されている。リストン自身も正確な生年月日を知らず、 最終的には1932年5月8日に落ち着いているが、実際には1930年7月22日と、もう少し年をとっていたのではないかと噂されている。リストンは12人兄弟のうち11番目の子であり、極貧の家庭だった。父は、しつけと称して、子供を持ち打つ行為を行っており、そのためリストンの体には虐待の傷跡が生々しく残っていた。 このような家庭環境であったため、リストンは生涯を通じて自分のサインすら満足にかけない文盲で、そのことに触れられることを意味嫌っていたという。リストンは幼い頃から犯罪に手を染めており、武装強盗や警官襲撃などで19回逮捕された記録が残されている。その間に刑務所でボクシングを覚えた。1952年、 二年間の刑務所生活から仮釈放で出所、セントルイスのマフィアのボス、ジョン・ビターレと関係するようになる。1953年、プロデビュー。1956年5月5日、路上でディストンを呼び止めた警官に暴行を働いた上に、拳銃を奪い去ったとして艦海にへ9ヶ月間、送られる。その後、再び警官相手に、 暴力沙汰を起こして街を出ていくよう宣告を受け、セントルイスからフィラデルフィアへ拠点を移す。この頃から数年にわたって、ボクシングプロモーターでフィラデルフィアマフィアの裏の顔を持つフランク・パレルもと、ニューヨーク・マフィアのルッケーゼ一家の一員で、マーダー・インクの殺し屋でもあったフランキー・カルボの支配下で試合を行うようになる。1962年9月25日、 フロイド・パターソンに初回小勝ちし、世界ヘビー級タイトルを獲得。一度防衛。1964年2月25日、フロリダ州マイアミビーチコンベンションセンターにて、カシアス・クレイの挑戦を受け、6回終了時期券による TKO 負けを喫して王座を陥落。1965年5月25日、メイン州ルイストンにてクレイにリターンマッチを挑むが、 初回2分12秒で小まけを起死した。1971年1月5日、帰省から戻ってきた妻が、ラスベガスの自宅ベッドの下で、リストンが死んでいるのを発見、検査官によって、すでに6日前に死亡していたと推定された。死因についてはキッチンでヘロインが見つかり、リストンの腕にも注射根があったことから、ヘロインの過剰摂取とされているが、 心臓麻痺やマフィアに殺害されたなど小説ある。ありがとうございます。